のホビーのジンです。え、俺も俺何なん俺は何なん、ないじゃんって分かってるけど、ユリのホビーの何なんユリのホビー純レギュラーの大地で、俺純レギュラー、純レギュラーの大地です。はい、今日はキンランドカップ G3 関西以上オープン 1200m 芝右回りのレースを2人で予想していきたいと思います。お前伝説の YouTuber 誰ぞかはい、まずは僕から本命を言いたいと思います。書いてからしたらよかったんちゃう、こういう時間もね、大切やね。そうなの、誰だけや、視聴者は待ってくれんあ、だけど、切るよ。1個で良かった説映ってるか分からんこれいやもう別にそれでええんやったらええけど、写真の方が楽やろはい、で僕は最後1、2、3、11、13、14、16意味がわかんないです。はい、大地くん、まあ、買わないんで、あれなんで、ただやるとするならば本命は12番レイハリアに、対抗は星雲恒星8と5番のメイケイエール、であとはもう4、11、14ですね。大西アビニュー、ミッキーブリラント、カイザーメランチ、この辺りがね、まあ来てくれたら面白いかなぐらいなんですけど、まあ星雲恒星をね対抗に持ってきてるっていうところがあまりあれなんでしょうけど、ただ僕は言わせるとそんなにね G1 走ってまああまり9着とかあまり芳しくない結果ではありながらも、1着とのその秒数の差コンマ5とか6大した話じゃないんですよ、ね、ここが8番星雲恒星、こんだけ人気しないものすごいいいと思いますね、まあ、メイケイエールもね気象に話したったとしても、まあ、横山のりひろ横転が、ね、乗り換わって武豊か元々に乗り収まったっていうところで、まあ、かなりプラスの点になるんじゃないですかね。でレイハリアも51キロ半で、ここもリオン生かして、騎手がうまいこと運んでくれるような、ね、乗り方をしてくれたら全然本命として僕は押してるんで、その3頭ですね、上の、あとは大西アベニュー、ミッキーブリランテ、カイザーメランジェ、この辺がね、まあ細かい話は置いといて、まあいい感じに乗りてくれたらって思ってますね。はい、以上です。はい、ユーノビーのジンと、はい、返事でした。準レギュラーでした。バイバイ。何これ。結果のせいなんか。結果のせいなんか。